どうも、小杉です。夏ということで、花火と金魚のネイル作ってみました。お祭りネイルだね。100均のスタンピングプレート大活躍ということで、どんどんスタンプしていきます。ではスタート。今日は右手だけネイルしていきます。ベースコートとして OPI のネイル塩ビ1回塗りました。モーガン・フリーマンじゃなくてモーガン・テイラーの濃いグレーを塗ってます。こういう濃い色を塗るのって緊張するのよね、マニキュアね。利き手じゃない左手でやってるしねって泣きが入る。すんごい発色がいいから1回塗りでいけるかなと思ったけど、ムララムララだから2回塗らないといけないか。気泡が出てこないように保冷剤で冷やしながら乾かします。ネイルホリックブルー928、人差し指に塗ります。あ、想像以上に透け感があるタイプでした。ひんやり涼しい感じで夏にぴったり、冬にもいけるか。全部の指2回塗りました。じゃんじゃんスタンプしていきます。スタンプ用のマニキュアを使っていきます。何を持ったか、私左手でスタンパーを持って構えてますけど、この準備はまだいらなかった。はい、スクレーパー、スクレーパー、プラスチックカードはどこですか？はい、ありました。はい、こすってスタンパーに転写。いらない模様をマスキングテープで掃除します。こういう作業も右手マニキュア塗ってる時にはちょっと難しかったりするよね。はい、ではスタンプします。むぎゅっ。いやー、ダークな色に白い花火が映えるね。プレートを掃除せずにもう一回同じ花火をスタンプします。スタンパーはセリアのものを使っています。今度のこの花火はちょっとちっちゃめの花火にしたかったので、この子たち取っていく。マスキングテープを持ちながら細かい作業をすると、塗ったばかりのマニキュアをダメにしそうなので、ピンセットで取っていきます。こっちの方が失敗しそうじゃない？まあまあまあ、失敗しなかったよ。はい、ちょっとちっちゃくなったこの花火、左下にペタ。なんか大人の浴衣の模様みたいになったね。これでもいいんだけど、今日はもうちょっと加工していきます。シーンのホイールブルー、スタンプした花火がこの後の作業でにじまないようにこれでカバーをしていきます。ジェルネイルの場合はこの作業不要です。花火のところをカバーするようにざっくり塗っていきます。ほんまざっくりやな。1分半ぐらいで乾くよ。ではマグネットネイル、プラネットネイルのポリッシュなんだけどもマグネットで動くっていう、これ塗っていきます。このマニキュアはたっぷりめに塗った方が綺麗に模様が出るんだけれども、このブラシ細めでちょっとたっぷりのせられないんだよな、マニキュア。頑張れ私。塗り終わったらすぐマグネットを近づけます。なんならマグネットなしでも綺麗ですよ。真っ白だった花火にこうやって表情つけてみました。薬指にもスタンプしてマグネットネイル塗りました。綺麗やん。人差し指と小指に塗ったこのネイルホリック、中指にもちょっと塗ります。上半分だけちょちょっと塗って、トップコートを使って境目をなじませました。なじんでるかな。これあんまり触ると下地のあのダークグレーが溶けそうだね。はい、この辺でやめとこう。キャンドゥのプレート、波紋をスタンプします。いつも1回しか擦らないんだけども、今回はなんかあまり綺麗に擦れなかったので何回も擦ってしまいました。どうかな。はい、取れた。こういう感じに掃除しました。まず大きい方をスタンプします。で、残りの小さいこの半分のやつ、生え際にスタンプします。今度は金魚、めちゃめちゃ昔に買ったこのキャンドゥのマニキュアを使います。スタンプ用ではないのでこんなに色鮮やかに見えるんだけども、スタンプしたら結構薄くなるよ。でも他に赤がないのでこれでいいです。はい、転写。
こうして見ると結構濃い色出たかなと思うんだけども、スタンプすると結構薄いのよ。はい、この2匹だけ残して、まず大きい方をスタンプ、細身のやつもスタンプします。アート全部終わりました。全部のネイルにトップコートを1回塗ったんですけども、ぷっくり感が足りないので完全に乾かしてからもう1回トップコートを塗ります。30分くらい乾かしてこれから寝ます。布団の模様がつくかもしれないね。どうかな。はい、おやすみ。おはよう。布団のカッターつかなかったよ、イエイ。今日はお乳のトップコートを使いたいと思います。 OPI のインフィニットシャイン。ぷっくり追求というよりかはツヤ重視っぽい。サラサラで塗りやすいね。マニキュアで一番難しいのは自分に合ったトップコート選びかなと思ってます。インフィニットシャインどうかな。はい、先にもちゃんと塗って、ちょっとはみ出ちゃったから爪楊枝。乾いてみたら、あれ、ちょっとツヤが思ってたのと違うかも。そうか、そうなのか。はい、セシェビート、やっぱりこれか。最近やっとセシェビート慣れてきました。ブラシに取る量が絶妙に難しいんですけども、これくらいの量を取って、まず一筋ピー、2回目またつけて2筋目ピー、これをずっと繰り返します。つけてはピー、つけてはピー。塗ったそばから乾いていくので結構扱いが難しいんですよね、セシェメ。でもこれでプルンプルンになります。ネイリストのトップコートも結構評判がいいんですけど、ちょっと私には難しいんだよな。コツがあるのかな。はい、塗れました。全部の指にセシェ塗りました。はい、ぷっくり。花火大会にもお祭りにも行く予定はないのですが、指だけでもお祭り気分。プラネットネイルのマグネットネイルはインフィニティブルーしか持ってないんですが、パープルも欲しいな。他にもいろんな色出ないかな。はい、今日は以上です。ご視聴いただきありがとうございました。また次の動画で。ではドロンします。